これまでに成し遂げた会心の仕事内容って何かありますか？子供がいじめられたっていうメッセージに対して大したことは言ってあげられないけど、俺は君の味方だから、でこれ分かってくれる人いるよね、分かってくれる人は X でハッシュタグキスライでつぶやいてよって言ったら、ブワーッと元気玉みたいに、うん、世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。スマイル社長こと重松が生徒となり、さまざまなプロから仕事の真実を学ぶ仕事の授業。今回の先生はラジオパーソナリティの小林大賀さん。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、やらかしちゃったこととかってあります？僕はね、ちっちゃい、まだちっちゃい方だと思うんですけど、うん、ありますね。大御所のゲストさんとかに来ていただくとやっぱり緊張するじゃないですか、はいはいはい、でそこでもこう舞い上がっちゃって、うん、基礎を怠ってしまったんです。やっぱそのゲストさん、誰もが知っているゲストさんだろうが、うん、自分もよく知っているゲストさんだろうが、やっぱりこのお名前の上にはルビを振っとかないと、いざっていう時に読み間違えちゃうんですけども、間違えちゃったんですよ。読み間違えちゃって、読み間違えちゃった、はい、まあでも本当に全然器の大きい方だったんで、うん、よくありますからみたいな感じでフォローしていただいたんですけども、それも悔しくてね、またよくあります、読み間違いはよくあります、はいはい、なんかそういうのやっちゃうとね、自分の中でもうわーっていうのがね、抜けないよね。そうなんですよ。スポーツ好きですか？好きです。野球なんかでいうと、DeNA ベイスターズも、はいはい、もうお膝元じゃないですか、うん、FM 横浜の、うんうん、でこれが朝の番組とかも、その選手の名前を誰々が右中間に何本なんかタイムリーとか、そういうことを言って野球のニュースを紹介するコーナーがあったんですけど、僕速攻でそれ取りやめになっちゃって、っていうのも選手のお名前を読み間違えちゃうんですよ。これ難しいんですけど、漢字って山崎って呼んだり山崎って呼んだりするでしょ。でルビ振ってくれてないんですよ。最初は野球をあまり知らなかったので、もうそれに苦しんで、朝でその選手の名前を読み間違えようもんなら、もうクレームが熱い方多いでしょ、スポーツの好きな人って、うん、はいはい、まあ実際ね、そこに本当に自分が好きでないと、はい、ね、あんまりスイッチ入んないし、喋る、ね、話も薄くなっちゃいますからね。そうなんです。もちろん嫌いではないんですよ、どのスポーツも、うん、なんですけど、好き、本当に好きってなると、うん、なんでしょう、ライジンとか、あ、めっちゃ好きよね。それこそ、うん、あれもありましたね、ブレイキングダウンとか、うん、ブレイキングダウン、僕はリングアナとかやらせていただいてたんですよ。ああ、そうですよね、うん、そうだそうだ。選手の呼び込みっていうのをプライドとか K1 で見てた時に、うん、じゃあちょっとやってみてもいいですか？お願いします。適当に言いますね、うん、赤コーナー78kg 178cm 78kg 178cm、重松っていう重松になってました。そんなことをやらせてもらったんです、憧れの職業、はいはいはい、いやでもやっぱいい声だからね、できるんだろうね。ありますね。僕は性格的に引きずる人間なんで、うん、やっぱり番組の頭に何か失敗をしてしまって、例えばそれに対するクレームが入ってしまったりとかして、あ、本当に申し訳ないなって思ったら、うん、多分3時間ずっとテンション低いです。必死にもちろん隠すようにはするんですけど、はいはい、もうテンション低いです。いや、それはまあみんなそうですよ。ダメなんですよね。それ次の日までは引きずらない？次の日はさすがに引きずらないですけどね、気をつけようと思いますけど、はいはい、次の日にはちょっと怒りになってくるかもしれないですね。なんで俺あんなこと言われなきゃいけないんだ、ギャン切れ。あ、心配される方いますよね、うん、でもどっちかっていうと逆の方がいいですよ。うるさいなこいつっていうフレームの方が多いです。昼下がりに、うん、なんかラテン系してんじゃないよみたいな。あ、ラテン系全然あるんですよ、やっぱもうラテン系なんで、うん、いやでも恋して時刻は1時38分ですとか言いながら、そんな話で全然番組進行するんで、そうすると静かな昼下がりを過ごした人からは、うるせえと、うるせえなこいつ、黙らせろみたいなクレームは入ってきますな。聞かなきゃいけないと思うんですけどね。逆切れだよそれは。こんなこと言えないんですよ、オンエアでは。本当はもうそう思っちゃいますけど、まあでもね、こういうキャラだから、すいませんって言いながら、最近は開き直ってきてますけど、ね、はい、
ちゃったことはもうしょうがないってことですね。やっちゃったことはしょうがないです。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、これまでに成し遂げた会心の仕事内容って何かありますか？あんまり大した経験はしてないですけど、はい、嬉しかったのは、うん、すごいシリアスなメール、軽いメール、別に何でもない状況報告のメール、うん、リクエストとかいろんなメールが来るっていう話を先ほどしたんですけど、はい、やっぱりこうお悩み相談とかで、うん、今精神的に病んでしまっていて、うん、人と話す気になれませんとか、外に出る気力がありませんとか、もしくは子供がいじめられてるんですとか、そういうメッセージ入ってくるんですね、はいはい、でもちろんそれをスルーすることもできるし、うん、今日はちょっと雰囲気違うなーなんて言ってすることもできるんですけど、なんか誰も置いてきたくないって思うんです、うん、今こうやってハッピーなラテン系の放送している最中に、うん、うわーもう生きていけねーって思ってる人がいるって思うと、どっかで拾ってあげたいと思っていて、必ずその時間を設けてなるべくそういうお悩み相談を受けるようにしてるんですね、はいはい、子供がいじめられたっていうメッセージに対して、俺はもう何があったか知らないし、聞いてるか本人と、うん、何も言えない、こうすべきだよとか、うん、大したことは言ってあげられないけど、俺は今現時点で君の味方だから、うん、でこれ分かってくれる人いるよね、うん、って言って、分かってくれる人は X でハッシュタグキスライでつぶやいてよ、うん、って言ったらブワーッと元気玉みたいに、俺も味方、俺も味方、俺も味方ってメッセージでいっぱい味方っていうのが来て、もう名前読むだけでも大変な量の大丈夫だよっていうのが広まったことがあって、これはラジオならではだなって思いました。別に言ってないんですよ、誰かを救うような一言は言ってないんですけど、一人じゃないんだって思えるには十分な数の人たちが賛同してくれたっていうことがありました、はいはいはい、なんかもうそれは仕事の内容っていうよりあれですよね、やっぱりこそリスナーとの距離が近い、はい、でそこでやっぱりまあ、誰も今置いてきたくないって話もありましたけど、うん、やっぱりそれで悩んでる人だったりがいた時に力になりたいっていう小林大河さんの人間性と、でそれをじゃあいざやった時にそんなこう大きなねパワーになって、うん、その人に勇気を与えられるっていうのは本当になんか仕事のやりがいもあるだろうし、そうですね、めちゃくちゃこうなんか会心の仕事だなっていうのはすごい聞いてて思いましたね、うんうん、僕がね何か個人としてやったわけではなくて、すごく奇跡が起こったっていう感覚ですね、うん、やっぱでもそういう悩みの相談とかっていうのをなるべくじゃあ答えたりするようにしてるんですか？はい、この3時間の中の流れで、うん、やっぱり面白いこととか内容のない明るいことばっかり言うのは不自然なんで、うん、やっぱりそういう人間的に悩んでますとか重めのメッセージっていうのも意識的にきちんと紹介するようにしてます、うん、はいはいはい、まあ、それがやっぱりリスナーを引きつけることにもなるだろうし、ですかね、うん、あとはなんかそこでなんて言うんだろう、やっぱこう 誰かを一人でも救ったって言い方あれだけど、おこがましいかもしれないけど、誰かをこう力になれたとか自分自身が思えることもすごいやりがいになると思うんで、はい、ぜひこれからも続けていってください。まとめますね。まとめちゃったよまた。じゃあ次はですね、業界のあるある話なんて聞いてみたいんですけど、何かあったりしますか？帯の人、はい、僕もその部類ですけども、服装手抜きがち。別に関係ないから、うん、映像には出ないですもんね。映像には出ないですから、ゲストさんを不快にさせちゃうのはやっぱり良くないと思うんですけど、うん、まあ、ある程度の清潔感とか必要ですけどね。そうですね、うん、CNN だったかな、もう名キャスターでラリーキングさんっていう方がいらっしゃったんですよ、はい、で温度感的にはね、やっぱり笑っていいとものタモリさんに近いというか、うん、何とも言えないあの緩さあるじゃないですか、うん、でその緩さっていうのは何十年も続けてきたからの究極のリラックスみたいなところが僕はあると思っていて、はいはい、そのラリーキングさんっていうのはいらっしゃるゲストさんをほぼ調べないんですって。うーん、事前に SNS を掘ったりとか、新譜を聞き込んだりとかしないと、うん、でその時来ていただいてパッとこう相対して喋った時、じゃあ新曲かけてみましょうって言って、オンエアどうぞって言って曲がかかって、その時初めて聞いて、うん、その時のフィーリングをそのまま相手に伝えるとかっていうことをやってる人で、うん、僕それいいなと思ってたんですよ、はい、楽をしたいとかじゃなくて、うん、なんかこう 2,3 日前からもう失礼のないようにずっと聞き込んで、うん、あの曲の
イントロのこの楽器たまんないですよねとか言ってちょっとマニアックなところを話したところでリスナーさんはあんまり嬉しくないと思うんですよ、うん、ざっくりやっぱ今聞いてみてここの一言たまんないですねっていうフィーリングがやっぱり僕は伝わるものだと思ってるんで、あまり深掘りしすぎないようにしてます、事前準備しすぎないようにしてます、はいはい、でも多少はするんですか。もちろんします、はい、何年続けててとかどこどこ出身とか好きなもの嫌いなものとかっていうのはあまり知ったかぶりせず頭の片隅に置いといて、なんか話すことに困った時とか、なんかチャンスが来た時に、ああそういえばバナナ好きなんですよね、バナナトークが例え話が雑だよなんか爆竹飲んだような声ですねみたいなことをねやっぱ言えると起死回生になる時もあるんで、それぐらいはやっぱり調べますけど、だ必要以上にこうもう情報入れすぎてマニアックなとこを突っつくこともせずに、ただやっぱ失礼のない範囲での、はい、まあ、最低限の情報収集をして臨んでるってことなんですね。そこに留めとくっていう感じですね、うんうん、はい、業界には、まあ、そのラジオ業界っていうんですかね、はい、業界にはなんかすごい変わった人が多そうだなと個人的には思うんですけど、はい、どんな方が多いですかこんな方が多いですかこんな方、いや意外とね、はい、僕はまんまなんで、はい、このまんまなんですよ、はい、一緒に飲んだ時もこのまんまでしたよね。でも2種類います、うん、すごく越に入って、うん、この間さ僕こんな話があって聞いてくれるとか言って、うん、やっぱりおしゃべりもいいし声も素敵だから聞き込んじゃうんですけど、別に大したことない話を越に入ってする人、うん、はい、と聞きながらこの場を回す人といますね、うん、だからこの聞く力が傾聴力がある人と、うん、自分一人で喋れるこのトーク力がある人の大きく分けるとこの2種類があって、うん、両方できるのが一番いいんですけど、はいはい、でやっぱりあるあるとしては酒飲むとすごいこう越に入った喋りをする人が多いんです越に入ってますね、でもやっぱあれですよね、まあ、うまく回していくためにもその聞く力っていうのは求められるんじゃないですか、結構その通りだと思いますよ、うん、僕はどっちかっていうとゲストさんいらっしゃった時も、うん、聞く方が多いです。まあまあそうですよね、うん、えって言いますととか、うん、そうやってどん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 今喋ってくださったことを広げてって、うん、その日予想しなかった到達点に行くというか、うんうん、と言いますと？と言いますと、はい、使い方下手もうそこじゃないんですよ。もうだからリアクションを気持ちよく取れると相手がやっぱり安心をして話してくれるっていうのももちろんありますし、質問力みたいなのもありますし、でこうやって今うなずいてくださるじゃないですか、一言一言こう噛み締める、これはすごい重要なテクニックだったりするらしいですよ。本当に聞いてくれる、じゃあね、でも聞きながらこっち次なんだっけとか、なんかコメント返さなきゃとかやるともうわけわかんなくなる。だから僕もラジオ中いっぱいいっぱいなんですよ、もう。ツイッター見ながらタイム見て、うん、いやでも今ね業界裏話編ということで、はい、いろいろぶっちゃけてもらったんですけど、ええ、私個人的には、うん、会心の仕事、なんかあれがすごい刺さったというか、自分が明るく番組をやってる中で、うん、悲しんでる人がいたら嫌だっていうところから、はい、誰も置いてきたくないって話もあったじゃないですか。そうですね。で、そういういろんなメッセージに対して、うん、まあ、それを、ね、読み上げて、俺は仲間だぞ味方だぞっていう一言でこう誰かの人生を救ってあげたりとか、はい、誰かのために力になってあげたりっていうのが、まあ、できる仕事じゃないですか。そうなんですよね。なんかそれがすごいこう、まあ、感動したというか心にグッときましたね。ラジオの元気玉というか、うんうん、ラジオパーソナリティが誰か一人の人生を変えるような、うん、なんかすごい一言を言うんじゃなくて、うん、感じたことをみんなどう思うって問いかけた結果、うんうん、一人じゃないよってみんなたくさんの人が言ってくれたというか、はいはい、本当に奇跡の回だったと思います、うん、その時も。いや本当に素晴らしいエピソードだし、ぜひそういうのをね、はい、これからも続けていってもらいたいなと思います、はい、頑張ります頑張ってくださいありがとうございました。ラジオパーソナリティとして活動するために大切なことって何ですか、はい、日々のちっちゃいことに目を向けるというか、うん、味わうみたいなことが大事なのかなと思います、うん、はい、であとはこの動画が面白いと思った方は高評価
チャンネル登録よろしくお願いします。それではジョブウィズスマイル。